さあ続きやっていきましょうか。鎧のことを、前回最後の修行終わりまして、もう免許皆伝、その証の秘伝の鎧と呼ばれるポケモンムースケを、マスタード師匠からもらいましたと。ってことでまず僕したいことがありまして、もう修行私着替えたいんだよな。っていうかコメント見て驚愕しました。この三つ葉さんにワットをいっぱいあげて俺はブティックを作ろうとした。だけどそもそもブティックは作れない。なんだよマジ損したよ。さて、着替えたいな。あとあれも行きてえな。違う町に行って服見に行きたくない？行きたいよね。まあとりあえず一旦着替えよう。まあこんな感じかな。っていうか髪型だ、髪型を変えたいってことで、前回ワットをつぎ込んだからヘアメイクができるようになりましたと。この中にいるんでしょ美容師さん。あ、見えないんだ。いらっしゃいませ、今日はどうしましょうってことで、あ、お金かかんのね、ヘアアレンジ。これって増えたの？ここでもじゃあ増えたもの見れるのか。普通にショートヘアでしょ。ここら辺は前からあったやつね。そうね、そうね。で、あ、増えてんじゃない？増えてる増えてる増えてる。万番がさっきのやつね。そして、モヒカン？やっちゃった。やっちゃったな、これ。ネオ2ブロック。あー！これ、好きよ。これ超好きよ。ほうほうほう。すげえ。ブラックベールブライズのアンディみたい。まあ色はブラックが一番いいよなこれ。でも色も増えたのか、一応見てみるけど。あれあったっけ、これホワイトあったよね。こっから先グリーンなかったかな。ブルーレッドピンク、あーもう絶対ブラックがいい。オッケー、あいいじゃんいいじゃん、好きだわ。オッケー、じゃあこれでもう道場出ちゃっていいかな。おじいちゃんありがとう。てか、そっかそっか。まだいろいろあんのか、そういえば。またゲームしてる。およいよ。藤井ちんとたくまの今の関係は、かもなく不可もなくって感じじゃねえ。哀れ。戦わせて強くなれば、おのずと絆も深まるよ。鎧島のビューポイント、タウンマップに目印をつけたから、一緒に景色も眺めてみて、君たちが仲良しちゃんになれたら、たくまの修行を始めるからね。あ、なに？段階がまだあるんだ。まず仲良しちゃんになると、仲良し恋しになってから、そしたらもう一回来たら何かあるのか。はい、やってみようか。じゃあビューポイント、なんかその景色がいい。うわーすげえ雨、最悪だよ。大丈夫か、ムースケ。かわいいぞかわいいぞ。でさ、そうそう、いろいろ見たいんだよな他にも。前回ルイセ見たでしょ、アーマノジャクじゃ、俺秀樹見たいわ。出た、あっかわいい！かわいい！なんだ？走り方そんな感じなんだ！マキバオみたいだな、かわいいな。あ、いいいいいい！めっちゃかわいいぞ！だけどさ、やっぱりちっちゃいポケモンは遅いんだな。置いてっちゃうもんね。おいでおいで。わー、けなげ！けなげにご主人様追いかけてる。食べちゃいたい。まあ、食べませんけども。どうしよう。じゃあやっぱりさ、速いポケモンがいいよな。絶対さ、ジローラモとか遅いじゃん。試しにね。絶対遅いよ。ジローラモおいで。遅い、走ろうという気がないもん、あいつ。大御所か。お前こそが真の大御所。大御所、おお、すげえでかい。わ、すげえ、モフモフしていいな。わしゃしゃしゃってしたいよね。速いかな、速い。あ、うるさいな俺。こうしたらどうだ。あー、いいいいね、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 最高だ。おー、危ねえ、バフロンか。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。あ、食われる食われる、これ食われるね。あは、当たっちゃった。可愛いドリディア、大御所だもん。大御所やりすぎんなよ、やりすぎんなよ。お前は伝説だぞ。さすがに普通の野生ポケモンを相手にするにはかわいそうだって。大御所は戻そう、かわいそうだ相手が。でさ、俺ちょっとね、育てたいポケモンがいるんだけど、前捕まえたこのバレヘン、これね、どうやらやっぱり強みたいだ。強さ見ていい？ね、技がね、なかなかいいですよ彼。草と毒なんだ。そして特性が奉仕、攻撃で自分に触れた相手を毒や麻痺や眠りにすることがある。これかなりいいよね。で
技が毒々怒りの粉、イライラさせる粉を自分に振りかけて注意引く、相手の攻撃をすべて自分に向ける。あ、これはあんまいらないか。ソーラービーム強いよね。そしてキノコの胞子、催眠効果があると。でこれが命中100と、これすごくない？これがあれば欲しいポケモンも捕まえやすいかも。だから彼を使っていこう。じゃあ行こっか。バレヘン、バレヘン遅いな、走らねえなあいつも。まあいっか、まあついてくるでしょう。ビューポイント、え、どんぐらいあるんだろう。多分こっち側かな。探索してみるわ。なんかあっちに洞窟あるな。でもやっぱりビューポイントっていうぐらいだから、すげえ、なんかこれ刀身の洞窟、なんか映える場所なんだろうなと思うけどさ。どこなんだべ。スーパーボールだ。あ、ディグリだ。ディグリ、でん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 、はい、帰ってった。ここら辺にいるのは残り6匹と。なるほどね。まあ見つけたらでいいかな。星のかけら、なんかすげえ入り組んでるな。これ来るの早いんじゃない。うわー、何あいつ、ハイパーボールだ。待って、え、何こいつ、やば。あ、ディグリ出たよ。出たよ。出ましたね。待って、このポケモン気になるな。絶対強いじゃん。ドラゴン系かな。どうも初めまして。うわ、食われそう。なかなか自分からは来ない。あー、威嚇された。威嚇されてからの、はい、来た。よし来い。名前はクリムガン。なんだそれ。バレへんバレへん、行っちゃえ行っちゃえ。同じく60レベル、勝ちたいけども、これどうしたらいいかな。何がいいんだろう。怒りの粉関係ないな。ソーラービームは一旦ね置いちゃうんだよな。キノコの星、あ、そっか、これがいいけど、一旦減らしたいな。ソーラービームいっちゃおっか。さあ向こう、バカ力大丈夫かな。バレへん、バレてへん。オッケーオッケー、今一つだ。で、そうだ、胞子は行ってないか。あ、行った行った行った、眠った。めっちゃいいじゃん。技使わずとも眠らせられるのはかなりでかい。さあそして次、ソーラービーム、やっちゃって、削っちゃってからボール投げよっかな。彼強そうだな。洞窟でソーラービームするってね、なかなかだよね。絶対食らわねえな。これはどうしよう。 もしかしたら捕まえられんじゃない、眠ってたら。はい、スーパーボール、どうかな。さあ意味がないかもしれない連打をする。眠ってたら意外といけるか。いけた。眠ってたらこんなに簡単なんだ、いいね。はい、クリムガン、ホラーなポケモンでドラゴンタイプ、凶暴でずる賢い、他のポケモンが掘った巣穴を奪って住処にする。すげえやべえやつじゃんこいつ。悪っ、どうしようかな。名前、前科二犯。前科二犯だなこいつ。更生してもらいたいな。ボックス送ろう。さあ洞窟の先に行ってみよう。なんかありそうだよな、ビューポイント。あ、いるよ、ディグリ出たねー。関西かな。さあ残り4匹、意外と分かりやすいな。挑発、これなんだっけ。相手を怒らせる3ターンの間、そう、相手はダメージを与える技しか出せなくなると。はいはいはい。ここら辺はすごいな、ダイマックスポイントばっかだ。そんだけ星の砂登れないもんね。へえ、まあ今は何もないか、戻ろう。さあ違うルート、上の方に行ってみたら、てかなんかさ、どっかにさヒントあったのかな。あ、 いるいる、ディアッサー。もういよいよ意味が分かんないわ。星の砂ね、でもバレへん出てくるときにちょっとびっくりするわ。あー、なんだ、あ、あいつは愚足武者だ。あー、かっこいいけど、まあ今はいらないかな。はい、これは冷たい岩、持たせたポケモンがあられを使うといつもよりあられの時間がなくなると。なるほどね。あれ、こっち側行けないな、もう一回戻るか。じゃあこっちのルートかな。あ、なんかある、小さなキノコ、もうただのキノコ。あ、あそこつながるんだ。でこっち側にはダイマックスの、はいはいはい、ポイントがあって、あ、いた、君は出たでー、2回目。さあ残り2匹なんだ、ここら辺。さあつながりました。あ、ここじゃない、
この人そうでしょ、絶対ビューポイントに置いてる門下生。はい、藤井さん、こっから素敵な景色が見れるっすよ。ダクマと一緒に見てみないっすか。そうね、見てみようか。何箇所あるんだろう。どうだいムスケ、これが海だぞ。でかくなれ。ダクマとの仲が少し深まった気がする。ポケモンと一緒だといつもの景色も輝いて見えるっすね。さあ、ってことでこんな感じで、あと何回だろう。地図見たらさ、このびっくりマークあんのってこれ何、どういうこと。ここに行くってことじゃない、もしかして。はい、ここ鍛錬平原、前掘り出し親父がいたとこね。行ってみよっか。あ、てかコメント見たけどさ、掘り出し親父、あ、お前掘り出してくれる親父じゃね、掘り出して。俺は掘り出し親父、今日はどんな条件で。そう、あ、これね、掘り出しマダムと違っていくらでも連続でやっていいみたいで、それでもし失敗してもちゃんと全部返ってくるみたいってことで、掘り出してみよう。お願いします。あ、鎧鉱石いるパターンか。あー、なるほど。ってなると掘り出しマダムで鎧鉱石を集めてから掘り出し親父っていうパターンがいいんだ。掘り出しマダムいる？いやしね。っていうか大キノコまた鳴ってるじゃん、これ欲しいな。オッケーオッケー、今ので1個か。あ、君そうじゃない。はい、藤井さん、こっから素敵な景色が見れるっすよ。たくまと一緒に見てみよう。さあ、どんな景色。まあさっきの海はすごい良かったけど、まあいい景色かと言われたらいい景色だけど、さっきからこういうの見てるぞ。はい、もう少しで師匠に報告できるかも。なるほど、ってことはあと一人か。え、でもなんかマップの感じだともう二人な感じだったな。あ、やっぱそうだ、びっくりマークのところだ。ってことでチャレンジロードに行くには戻ってここから繋がってるのかな、そしてファイトケーブってところか。まあ行ってみようか。なんかここら辺っぽいな、いそう。いないな。あ、いるいる。ん、違う、あなたは一体。あ、出た、すごいポケモンお姉さんだ。これね、なんか詐欺まがいかなと思ったけど、なんかランダムらしいね。で、自分が捕まえてないポケモンの情報を教えてくれることがあるからいいみたい。なんかな、100ワットならまあいいかな。まあ前回結構削っちゃったけど。さあ、何、すごいポケモン本当にすごいんでしょうね。まあ確かにまだ会っちゃいないけど、別にそこまですごいって感じでもないぞ。すごいでしょ。でね、この人ね、言い逃げするんだよ。もう自分で詐欺って分かってるもんね。すぐ電話番号を変える架空請求業者みたい。海、こうやって行けるもんな、そういえば。あそこなんだ？なんか来てる！え、すげえ怖い！え、なに、怖い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 。え？あー、はいはいはい。サメハダーだ。ポケパークの時にお会いしましたね、あなたね。まあ普通に倒そうかな。うわ、危ねえ、バレヘン危ねえ。12か。いや、バレヘンにね、あれ渡したいな。道場で、あ、強い、いいね。道場でさ、技を覚えさせてくれるお兄さんいたじゃん。あの人の草タイプのトンボ返り技、攻撃したら帰ってくるやつ、あれ欲しいな。これは竜の鱗、硬くて丈夫な鱗、ドラゴンタイプのポケモンが持っていることがある。ほんほんほん。どこがビューポイントなんでしょう。うわ、すげえ怖いよあいつ。隠れる気ゼロじゃん。おや、こっから登れんじゃん。あ、待って、なんかいる。あ、待って、このポケモンかわいい。すげえ眉毛あるタイプの犬だ、かわいいな。そしてうち他の地方から来てんけど、ガラルのポケモン探してんねん。なるほど、君ってガラル地方のポニータ持ってへん。あー、持ってへんわ。うちの地方のポニータと君のポニータ交換しよう。できません。登ってみよう。チャレンジロードだ、これが。ここビューポイントあるんじゃない。ん、なんかいた、なんかいたな。なんだ、うわ、なんだなんだ、怖い怖い。なんかちょっとキモくない。あー、あれか、ヤモリみたいなポケモンだったっけ。これは見たことあるな。さあ、浮いてみよう。あ、いたいた。確かにここはいいビューポイントな気がする。藤井さん、
こっから素敵な景色見れるっすよ。見てみましょう。どうだい、ダクマ。世界は美しいだろう。いいな、本当にいいな。喜んで春は。ダクマと目いっぱい仲良くなれた。胸を張って市長に報告できそうだ。え、もういいの？ポケモンと一緒だったいつもの景色もみんな同じこと言ってんな。そう言えと命じられてんのか。君かっこいいな。かっこいい狼かな。上気になるけど多分ここまだ早いよね。飛んでるポケモンもいるし、あ、気になるけどな。あれもわあ、フライングして足が勝手に動いちゃうよこれ。あ、なんかいる。君は？ここは悪の塔。え、大丈夫？あなたはまだ挑戦する資格はございません。され人間。尻尾を巻いて田舎へ帰れ。俺チャンピオンなんだけどな。君はイワンコちゃんじゃないかい？あー、かわいい。おいで。さあ、バレへんいるから捕まえられると思うんだよね。めっちゃかわいいね。そんなかわいい顔してあなたもすごいんでしょ。60レベルしっかりしてんな。空浴びるのかしないよ。キノコの胞子これで向こうの方が早いんだな。バレへん結構スピードはないんだな。なるほど。さあ、そして、ああ、毒にしちゃった。バレへん、それじゃないわ。さあ、そして、毒状態だけど、毒状態だと、これ、あれじゃないの？状態以上、二つつかないんじゃない？ちょっと！これは良くないって。やべえって。やべえ、やっぱ決まんねえ。これ、耐久していくしかないな。もういいか。ひたすら累戦で水浸しをしながら耐えてました。さあ、スーパーボールでいけるか。おいで、イワンコちゃん。あ、今のいい感じのやつだ。すごい、クリティカルだこれ。絶対いった、絶対いった。最高、やった、嬉しい。はい、イワンコちゃん。子犬ポケモンでタイプは岩。首の岩を地面に打ちつけ相手を威嚇。ひるんだ瞬間に襲いかかるのだ。意外とワイルド。まあ、めんこいかな。かわいいととね。めんこいちゃん。めんこいちゃんかわいいね。よし、ボックス送ろう。よし。ちゃちゃちゃ、あれよ、ビューポイント。出たくない。あれ、なんかお姉さんいるな。あなたは？ああ、またすごいポケモン詐欺お姉さんだ。まあ、見てみよっか。そろそろすごいポケモン。ヨーテリー。いや、かわいい。ヨークシャーテリアがモデルかな。あ、で、さっき見た、眉毛がある犬？あいつが進化系だ。なるほどね。でっちゃん。出たーい。もう出てる。ディグだや！いや、お前だ。あ、いた！君か！これ最後はね。よし、見てみよう。ここ、そんな景色いい？まあ、神秘的な場所って感じはしますけども。いいか。まあでもちょっと変わった岩ね。その鍾乳洞的な。はい、ダクマと目いっぱい仲良くなれた。胸を張って一緒に報告できそうだ。それは変わんねえな。よし、じゃあこれで戻ってみよっか。お師匠様、およよ、富士チンとダクマの今の関係は？お、済んだ。ベアーマン、もう引っ込み思案じゃないね。うんうん、ものすごく仲良しちゃいになったのね。マブよ、記憶強く育っているし、しょんばらしいことだね。今の君たちなら、うん、二人ともわしちゃんについておいで。怖いよ。なんだ俺ら、どうなっちまうんだ。ダクマ、どこに行くんだ。外、テク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 、また口出てるおじいちゃん。ん、この辺りでいいかね。フジーチンとダクマ、もっと強くなりたいなら、ダクマ専用の修行場。修行場？はい。双極の塔に挑んじゃいなよ、ユウ。双極の塔ってのがあんのか。もう見えてたやつか。あ、あれか。青いのは水の塔。あ、ははは。赤いのは悪の塔。はいはいはい。
登れるのはどちらか一つの塔のみ。あ、そうなの？え？選んだ塔によってダクマの格闘の型がっていうかタイプが決まるから、よく考えて選んでね。どっちも5階建てで各部屋に強者が待ち構えてるから、ダクマのレベルをしっかり上げて準備してから登りなさいな。ほう、なるほど。双極の塔はどっちも集中の森から行けるよ。はい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 。え、どうしよう。自転車で川を突っ切れならもっと近道あるかもね。君たちが塔のてっぺんにたどり着くこと、わしちゃん楽しみにしてるよ。ほう、なるほど。天空闘技場みたいだ。ハンターハンター。どうしよう。え、待って、どう違うか分かんねえ。水タイプになるか悪タイプになるかってこと？うわー、これ迷うね。まあ自分の手持ちから考えると、やっぱりそうだな、涙腺でも水はいいって感じがするから悪なんだろうな。まあ、マウジャクちゃんはフェアリーもあるからね。まあ悪タイプかな。でもさ、こんな可愛いムースケがさ、悪に染まっちゃうわけ？いや、まあでもね、悪を持って悪を制すタイプ、そういう気持ちでいこう。あー、バレへん、覚えられるものないな。っていうか、クイックターンは水タイプあったか。あー、なるほど。じゃあいっか。っていうかさ、今ちょっとこういう状況ではあるけどもさ、やっぱりブティック気になるんだよな。ちょっと街ごとをちょっと見に行ってみない？まあ、全部は見に行けないけども、まずブラッシータウンのブティック行ってみよう。来た、久しぶりのブティック。さあ、お客様、その手に持っているのは？え、何？あ、そうだ、おしゃれカードだ。おしゃれカード、ガラルヒロシといえどハイレベルなおしゃれマスターしか持っていない伝説のアイテム。え、これをセイボリチン持ってたの？あいつそんな、まあ言っちゃえばハイレベル。うん、そうね。そんなおしゃれに愛されしたお客様にはスペシャルなお洋服をご提供させていただきます。というわけでブティックへようこそ。何かお探しでしょうか？何があるの？何が増えたかちゃんとわかんのかな。バスクシャツ、ウィンディーだ。え、かわいい。アーバン、はいはいはい、これもいいね、確かに。わあ、ちょっとね、こういうちょっと緩い目のやつもね、いいよね。欲しいわ普通に。どうしよう。結構でもこれ好きやな、アーバン。これ1枚買っといていいんじゃないか。てかお金めっちゃ持ってんな俺。え、61万、預金しろよ。何この人が61万もずっと持ち歩いてんの？着替えなくていいかな。待って、あ、やっぱり書いてるか、これだ。あ、右にあるこのキラキラマーク、これが増えたものか。フィールドちゃん、じゃあ前からあったかこれって。で、スウェットパーカーは前もあって、ここは増えてない。パンツも増えてない。あれ、意外とそんな増えてないな。着替えよっかな、夏だしね。さすがにライダース暑いよな。 OK、 じゃあこれで、でもう一箇所見に行きたいな。次の街見に行こっか。ってことで、次の街っていうのは、エンジンシティか。ここでかいよな。行ってみよっか。うわー、久しぶりに来たなー、エンジンシティ。さあ、ブティック。何があるかな？見てみよう。スポーツスウェットとかいろいろありまして、七分丈ポロシャツ。普通にいいな。普通に自分が欲しいな。そして、あ、ここら辺増えてるやつだ。T シャツ。シャープ7、8。あー、何これ？ゲンガーじゃん。あー、これめっちゃいいじゃんね。ユニクロで売ってほしいな、こういうの。シャープ9。あれなんだ？あいつ誰？ん？ちょっと見えないな。老眼？そして、ミットくん。誰？待って、ゲンガーのシャツいいな、これ。これ買っとかない？で、これなんだ、これも。いや、見えないな。これにしよう。15,800円もすんの？まあ確かにな、こだわってる感じするしな。わあ、どうしよう。でもさっきのが好きやな、個人的に。そしてジャケット系はスタジャンね。あー、シャツしか増えてないのかしら、もしかして。あ、ないもんね。キャップ増えてるけど、今の髪型って帽子かぶれないっぽいんだよ。まあだからわかんないからいいや。で、サングラス系、なんかここすげえ多いな。こんな多かったっけこの街。まあでもしっくりこないわ。で、どうやらね、コメント見たんだけど、このエンジンシティのどこあったっけな、どっかで峰打ちの技マシンだかなんかが買えるんだよ。どこだ？あ、
これだ、あった身内、1万円だね。あ、全然安いじゃん。相手の HP が必ず1だけ残るように手加減して攻撃する。これめっちゃいいじゃんね。臨床とかもありますけども、まあいらないかの他にはな。うん、身内買ってこう。いいね、これがあれば乱獲し放題。よし、 OK。 じゃあどうしよっかな。今回こんなもんかな。どうしよっかな。ちょっと双極の塔顔出しに行こっか。よし、もういけるぜ双極の塔で。こっちが悪だよね。さあ入らせてもらおう。来た。なるほどね、5段階あるんだな、レベルが。うんうんうん、行ってみよう。藤井さん、師匠から聞いております。こちらは悪の塔、ダークマ専用の修行所ですので。手持ち、あ、ダークマ1匹だけなんだ。周りのポケモンの手こ入れできないんだ。マジ？それは不安だな。ダークマちゃん今何レベルだっけ？ムースケ？レベル23か。もっとレベル上げなきゃきついかな。でもちょっと一回やってみてもいいんじゃない？はい、ムースケだけにしました。準備はいいか、ムースケ。行くぞ。ここは悪の塔。さっきも聞いた、ダークマのレベルが70あれば円滑に修行を行えます。一度塔に入れば5人の使い手を倒すか敗北するまで出られません。あー、じゃあそれはダメだ。それは やってらんないわ。加えてもう一方の塔には今後一切挑めなくなります。水の極意ではなく悪の極意を教えるため悪の塔に登りますか。悪の極意だってどんな詐欺手口だよ。まずこういうことならばまだ絶対無理だわ。なるほど。であればレベル上げしてから挑もう。とりあえず今回はここまで。ムースケ、やれんのか。おお、やる気満々。よし、また次回。